どうも皆さんおはようございます。デジカメ変えたんでもしかしたらいつもと見え方が違うかもしれない。まあ、画質に関しては良くなってると思うんで、まあ、なんかこういうところなんか変になってるみたいな、解像度が変とか、なんか画角がおかしいとかなんかあったら教えてください。はい、ということで今日は初めて出前のラーメンを食べていこうと思います。で、なんか出前のなんかね一般的なそのラーメン屋さん、二郎とかなんかその家系とかあんま出前やってないっぽくて、で出前のラーメンってどうやって食うのかなと思ったら、やっぱその中華系の、出前を扱ってるお店で、やっぱこういう系のラーメン、中華系のラーメンはやってるっぽくて、さっき玄関ちょっとこれ預かったんですけど、やっぱそのよく漫画とかである岡持ちっていうんですかね、こういうよくあるじゃん、なんかバイクとか自転車岡持ち持ちなんかも出前出前一丁みたいな感じで、なんかあんな感じのをやっぱ持ってましたね。うん、やっぱその汁がこぼれちゃうからバランスがそれだと取れるんだろうって感じで、あとトッピングでなんかこういうネギチャーシューみたいなのも頼みました。うん、うまい、うまい、いただきます。うん、なるほどね。普通にラーメンって感じ、麺も伸びてないし、うん、あ、結構しっかりしてるわ。この1週間結構撮影系のね、稼働が多くて、昨日もまあツイッターにあげたんですけど、これこの T シャツ作った人と一緒に動画撮ってきまして、すごい楽しかったんですけど、まあそれまたね後日いろいろアップされると思います。俺もまだ完成全然わかんないからどうなるのかっていうのが楽しみ。うん、それプラスもう一個なんか、もうほんと一日拘束で、俺インスタやってて、インスタにはちょっとあげたんですけど、横浜まで行ってたんですよね。横浜のいろんな公園でちょっと撮る動画を撮ってきまして、俺の動画ってよりかは、そのコラボみたいな感じだったんですけど、それも多分近日中にアップされると思います。こうしてみると、撮影って本来、何か一個映像作ろうと思ったら一日それかかるよなってね。ゲーム実況って何だろうな、ゲームやるだけだから、例えば一発目でうわこれは絶対動画しようみたいな感じの内容になった場合、ポケモンとかシャドーバスとかでいい試合になったって言えば、それで一本完成しちゃうからね。うん、なんか一個ちゃんと一から映像作るのってまあ当たり前だけど時間がかかることだなっていうのを痛感しました。はい、それ言い出したらこの動画なんかもただ飯食ってるだけですからね。うん、でもマジでうまいな。出前のラーメンっていう響きがもううまそうだね。その時点でなんかアドバンテージ。うんうんうん。こういう
たまにその、なんか縮れた感じの麺好きなんですよね。なんだろ、舌触りが好き。あとラーメンで言ったらやっぱ二郎系好きっすね。二郎系のあのデロンデロンのぶっといペラペラした麺、極太麺好きなんだよな。まあ家系とか二郎系とかそうですけどなんかやっぱ中毒感あるんですよね。なんかいかにも体に悪そうじゃん。体に悪いものって美味しいじゃん。健康への悪影響っていうのをもう度外視してもいいやって思えるぐらいの味だし、ジローラーとかジドリアンとか、なんかそういう人たちってやっぱ体が求めてるんだろうな、ラーメン。ちょいちょいメインチャンネルではやってるけど、この間大阪行ってきて、で来週新潟で、でこの前は幕張メッセでショートドラゴンのでゲームのイベントで、ちょっと最近そういうのが続いてるので今日久々の休みなんでね、ちょっとじっくり動画とか作ったりしようかなって感じですね。まあ、たまにはでも外出ないとな、体が動かなくなるから本当。最近外に出る系の仕事があるときはリハビリだと思ってます。体を動かすのその リハビリだから、絶対に俺が今後長生きするためにやんなきゃいけないことだっていう、自分にそういう義務感を課せてる。そうすると、ね、なんか仕事に身も入るというか、中華系の店で長ネギチャーシュー麺みたいな感じで880円ぐらいだったんで、多分店舗で食えばもっと安いんだろうけど、結構おすすめ。なんかもう一気にがっつりズルズルいけちゃう感じでした。うまかったっす。はい、ごちそうさまでした。